はい、白縫いでございます。えー、本日は、えー、失業給付金の、えー、紹介になります、えー。先月に引き続き2回目の失業給付ですね。はい。えー、令和2年4月28日から5月25日分の失業給付になります、えー。28日ということですね。えー 1>, 1週が7日なので、それが4週ということで、7時28、28日分出ております。1日あたり大体いい4556円ですね、自分の場合。それが28日分ということになりますので、基本手当が12万7568円ですね。で、残りの日数が257日分ありますね。 かけ、えー、4556円なので、えー、あと残りもらえる金額がこちらの数字になりますね。はい、えー、以上になります。ありがとうございました。